嵐、二宮和也の独立に東山の新会社と契約したら独立じゃないとファン疑心暗鬼。10月24日深夜、嵐の二宮和也40が旧ジャニーズ事務所スマイルアップ、スマイルアップを退所したと発表した。新たな門出を祝う声が続々だが、これらに混じり SNS には、所属先が変わったような印象を与えただけ、といった冷めた声も上がっている。というのも、本人の YouTube での独立発表直後となる25日早朝、スポーツ報知が、二宮和也、11月設立の東山紀之社長の新エージェント会社と契約も24日独立も話し合いの場持つ、との記事で、11月に設立されるとされる東山紀之、57、が社長を務める新会社とエージェント契約する可能性があると報じたからだ。旧ジャニーズをめぐっては、子ジャニー北川氏による性加害の事実が明らかになったことに絡み、体制を一新すべく17日に社名をスマイルアップに変更。同社は補償業務に専念する一方で、新たに設立される実務担当の新会社がジャニタレのマネジメントを行うと発表されているが、今のところ、新会社が設立されたとの報道はない。その一方で、新会社社長には東山がつくのは周知の通りだ。まだ先になるとはいえ、新会社が予定通りの体制で発足し、下かスポーツ報知の報道通りに実現した場合、確かに二宮が独立したとは言えないようにも感じる。だから前述の声の他にも、東山エージェントに移ることって、独立宣言、することなのだろうか、といった疑問が噴出しているのだ。形だけの独立を懸念する疑心暗鬼が広がる中、仮に形だけとなったとしても二宮本人にメリットは発生すると指摘するのは、週刊誌芸能担当記者だ。他のジャニタレは旧ジャニーズたるスマイルアップを退所せず新会社とエージェント契約を結ぶことになるようですが、二宮においては会社の外にいずに新会社に移籍すると本人の活動に支障が出る可能性があるからでは？二宮は、硫黄島からの手紙をはじめ、俳優として映画に出演などで人権意識の高い海外の目を気にする必要があるため、結果は同じでもジャニーズの外に一旦出てからエージェント契約を結び、ギリギリながら、独立した、体裁を整える必要があるからではないでしょうか。今のところではあるものの、嵐の5人の中でも海外活動が盛んな二宮だけに、そうした判断を示唆しているのかも。